はい、じゃあキレキレファイヤーでやっていきましょう。こいつが338。じゃあこれでいけるか。やりやりでいけるけど、あ、このオバハンでいこうか。で倒せるでしょう。やっぱ魔法ってどのゲームもそうですけど、育てにくいね。育てにくい。まあまあ頑張っていきましょう。直接攻撃もさ、そんなにいくわけじゃないしね。あ、そうか、ファイヤーロッド、そうか、あれも58か。まあ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 、ドババババ、強い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 。サンダーゲイルで、三日月、ナイスナイス。いいよいいよ。でリフレッシュ、もう優しい。もうモルちゃん優しいのよ。めっちゃ優しいモルちゃん。ドラゴンもね、いろいろこうやって性格違うからいいね。ゴーゴーゴーと。さあアイスブレス、これ分かってる。もうあいつら魔法機関と回復しちまうって分かってる。ボスってちゃんと出てたわ。じゃあまあこっちとら遠慮なく、これは先にこっち動かしましょうか。いやボス行くね待て待て、選んとかないとやばいか。ドゥドゥーなっちゃってるから避けられてんじゃねえか。ひながそんなにボスも強くないのよ。あ、まあまあ食らうな。まあまあ食らうのよね。大丈夫か。まあまあ大丈夫か。ここに移動したかったから。まあ終了。フィールドいけないね、いけないね。終了で。お、そっちちゃんとお疲れマンモス分かってるわ。もう全員殺しますせっていうね。分かってるわ。お疲れマンモスいいねオッケーオッケー。でワテラはここは必殺剣使おうか。フレームヒットやっていく。うわ強い。ファイヤーロッド手に入れちゃったよこれ。やばいな。1人サラマンダー1人もちょっと非人道的になってるよこれちょっとやばいやつだと優しいやつだが分かりすぎてる。そんなね、味方陣でみんな仲良くやれるっていう。大体みんなキャラ濃いからねっていう。うい、来た。上等じゃと。これ防御でいいわ。防御を選べるって。あ、そう。これはね、ちょっと待って、これちょっと待って、どっけだっけ。これどうなる。これかばうとかなのかな。いや防御してるわ。あ、かばう。あ、そういうのできんだね。あ、分かった分かった。いやでも今のよかったよかった。これはまた一つ勉強になったから。これ素晴らしい。聞かぬわと。まあ聞いてるけど聞かぬわと。そしたらこのかばうができるんだったらよ、できるんだったらこれ相当いけるよ。何が相当なのかは分かんないけど、ズンと。うわーいいね。やりやりダンス、いやダンスじゃねえか、やりやりコンビは結構使い勝手がいい。雛形も結構人道キャラになってるな。この相当の竜、頭が2つかっこいいんだよな。まあまあ餌食べていくとまた姿が変わっていくでしょう。これどうしよう。わあ、こっちレベル上がったからセンダックとかにした方がいいよな。でも届かる。あ、まあまあマップでいいのか。マップ攻撃でサンダー、まあ毒もちょっと欲しいとこだよな。これでお毒が上がった。倒すと毒の草ナイス。レベル上がらんとどうも逃げてお疲れマンモス。落としてくな炎。がっつりハルベルト落としたね。めっちゃ経験値もらってんじゃん。これでああ、まあまあでもこれでクリアできますね。もうおそらくおゾラアップナイス。鉄肢部隊でもいけるし、優しい優しい本当にもういいっすねこれ。マテライト部隊かな今回。あんまやってないから。でもう無理か。まあまあ行ってみましょう。ごついのいっぱいいますから破壊。あ、これ1体なんだ。スパイやってみるか。でまあ攻撃というか上のやつ。あ、でも上のやつも攻撃して倒しちゃった方がいいな。アイスブース。さぞかし涼しい部屋なんでしょう。真夏にはいい。まあ、通常攻撃がどんぐらい入ったかはちょっと分かんないけど。おお結構入る。ドラッグ4個。でこれで猫背にゃ倒しちゃうか。これこいつがさ直接攻撃しないんだよね。あ、まだ倒せない。猫背にゃちょっと名前変なのにしたからちょっといじけちゃってんのかな。まあ行きましょう。戦うと。でもちろんこれは必殺剣。本当に炎ばっかになっちゃうねこれ。え、これ他炎、あ、そうか、こういうのとか使えば逆に、ちょっと待って逆に炎以外大地の草とかでもらえたりすんのかな。これアイテムどんどん使ってった方がいいな。炎の草が結構余ってる。天才濃度。大地の草いけーと。全然大地の草がなくなっちゃったわこれ。グロイエル後を頼む。お前が名前出してんじゃねえよ。そういうキャラっていうかキャラ位置じゃねえんだよ。で今の分かったのが草はあんまりダメージ入らない。 OKOK ゾラとかだったら使ってもいいのかなっていう感じだね。攻撃があんま50とかしか入らないから全員の経験値プラス200って。あ、そうか、レベル経験値の数字はあれか、通常の RPG 方式かね。多分どんどんレベルが上がるにつれて次のレベルへの経験値も上がっていくと。で青い大陸キャンベルに来たと。来ましたよと。はるかに見えるあの砦。おお、あ、いやーマップらしくない。シミュレーション RPG らしいマップになってきたよこれ。細谷ヨヨ様はあそこに。細谷様、しばしのご辛抱ですぞ。さあ手下ども続くのじゃ。手下、そういう感じになっちゃってる。俺たちのことかよ。いや面白いけど気にしない気にしない。さあ行きましょう。イケアも優しい。よし行くでと。おい何してんの、ぼやぼやするな、行くぞと。え、一休みドラゴン呼ぶだよ。え、どういうこと。あ、そういうことか。ドラゴンも育てられるってことよね。いやもう行くだろ、とりあえず行くだろ。え、ちょっと待ってや。え、ドラゴン呼ぶ、餌やるんだ。え、なんでそこ、なんでそこの位置、そこじゃないと。うわめっちゃ来た。あれテッシかっこいいって。いやみんな来る。え、あんたを戦場をかける商人ちょっとかっこいい。武器を、ああ買えるんだね。あで一休みを選ぶと、あれ準備中なんだ。スタート、あれ他、ちょ待て。いやいい、大丈夫大丈夫、何でも知ってるわ。何でも知ってないけど、あれ準備中だ。あそうか、出撃すると編成画面に行けるから、もう行こう。あんまりストーリーなかったね今回ね。で装備とかで変えられるでしょ。プレートメール、あれレザーアーマー手に入れたけど、あレザーアーマー手に入れた気がしたけど、ファイヤーロッド、あれあそうか、ファイあ違うよ、ゾラファイヤーだよ。レザーアーマーじゃダメなんか。なるほど。あでもこれ本当分かりやすくていいね。武器と防具1個ずつだけっていう。センダック、センダック、まああんま意味ないんだろうな。意味ないっていうか結局間接攻撃になっちゃうから。おハルベルト持ってる持ってる、みんな持ってるわと。まあまあこんな感じですわ。おシナリオ3、あいいじゃない。ここ通れないんでしょどうせ。いいねいいね。おわなんかいるなんかいる。ウォーバスターとグランランチャー、これは多分めっちゃ射程があるんでしょ。射程教えてくれない。うわなんかいる。グロイエル2800ですよ皆さん。もうシナリオ3で2800ってかつて見たことねえだろうと。もうそれこそアプリとかの世界ですよね。もうオンラインゲームもそうだけど、最初っからすげえダメージ HP 高くてってやつですよね。まあまあまあ、いやまあ編成もクソもない。あこれ右とかでできんだ。いやまあまあ普通だよなこれ。まあバランスはいいけども、これラッシュをなんかここはいいのか。ランサーはいいとして、ここ入れたいよな。デビルこれこんな感じで、ここちょっと物理攻撃アップできたから。いやでもどうなんだろう、いなくなると弱くなったりするのかな。4人だから強いみたいなのはあるかな。あでもそうか、プリーストフレデリカとかさ、これ入れてあげると。あでもそうすると一気に弱く、あそうか弱くなるか。でもテッシーも、テッシー部隊でも回復ができるってことよね。フレデリカだから入れたってわけじゃないよ。そういうわけじゃない。だ軍曹とか、これでかなり強化できてますでしょ。ウィザードは結構使えると。これあれか、でもこれマニュはちょっとやめた方がいいかもしんねえな。ちょっとトゥルース返してくれと。ちょっとトゥルース返して、軍曹、隊長をこんな感じ。これでいいんじゃない。ちょっとあれだけど。これで結構まあいい感じになったんじゃない。みんなそこそこ攻撃いけると。よし、出撃じゃと。切りたい大根が切りたい。反乱軍一瞬やばいやつかと思わせてベジタリアン。おお、これはここ凍らせていった方がいいパターンですね。これシャベリンで凍らせることできるのかな。例えばこうちゃんとあ、できた。ちょっと嬉しい。経験値も手に入る。だからあ、フェルファイヤーやってくれる。いいじゃん。これみんな恋だよね。すげえ経験値もらえるんだけど。そうか、3マスぐらいはいっちゃうってことかな、もしかしてね。これでフィールド、黒魔法、アイスマジック。こう、まあこうだろうね。ちょっとずつ広くしていく。素晴らしい。いや、誰も回復できないときは回復しない。そうね。踊り、いやちょっと踊って炎とか出ちゃうと嫌だから。いや行くねアイス行くね。いやいやまあこんなもんですよと。結構行っちゃって大丈夫ってのが嬉しいね。フィールド、黒魔法、アイスマジック。じゃあここかな。ただこれ炎の魔法をやられると確か落ちちゃうんですよ。落ちちゃうが、お非人道でもさすがにちょっと慎重になってる。あ、砦みたいにいたんだね。お、頭いいね。殺すことにかけては最高ですね。やばいダメージ出てますからね。これちょっと鍛えただけですよ。ちょっと餌やっただけでもうこんなになっちゃうから。これはひどい。お、建物による回復。ああ、すげえ。ちょっと気持ちいい。敵の回復だけど気持ちいいね。はあと。気負ったぞと。命知らずが来たなと。何見てんだと。ヘルファイヤー、まさにヘルですよこれ。いやー、回復、建物で回復した意味。スリーペン、寝とけと。一人で寝とけとお前はと。寝ないね。あ、アイスマジック逆にやってくれたから、あそこ1マス左も埋まりますね。ナイス。射程の長いやつは来ない。うわ、でもガンガン来るね。増援とかもあったりすんのかねこれ。あんまり増援のイメージないですけど、でもガンガンいっちゃいましょう。はい、落ち外から側からね、側からアイスブレス。相変わらず打つ場所がね直接なんだよなーっていう。これジャベリン、シャベリンいけますね。400。まあまあまあ、上当てときましょうか。ジャベリン。これフレームばっかやってサラマンダー1人を鍛え上げるってのもいいよね。もう建物とか関係なく、あの要塞、この後ろの要塞とか全く関係なく飛んでいくね、これね。守備の意味、もうこの城塞城壁を乗り越える全く意味になってないっていう、これはひどいですね。まあでもそれだけやっぱやりやすいから、まあまあまあ本当にいいですよというね。シミュレーション RPG 苦手な人でも全然いけちゃうっていう。ああ、倒しきれんか。なるほど。まあまあまあ、でもほぼもう死亡っていう。はい、非人道マンモス行っちゃうよと。こいつも分かってるわ。建物にいるやつを倒せっていうの分かってるっていう。わあ、いいね。まあ嬉しいんでしょうね。そしたら回復してあげたいけど、これでまたフレームさ。でも使魔法やっぱ使える。いいね。ここやるでしょ、これは。これやるしかないでしょ、ここは。でもうとどめだと。めっちゃもらえるよ、これ。で、こうやる、もういくっしょ。もうフレームベストナイス。お、1体残ったぞと。レベルは上がらねえと。そこ攻撃するんだ。そいつ攻撃しちゃうんだ。瀕死のやつから倒していく。まあでも鉄則ですよね。鉄則です、これは。かわいそうにと。回復してあげましょう。これで200300ぐらいでしたっけ。何百だよね。よしよし。まあそんだけ回復すれば十分で、モルちゃん優しいから。優しくないモルちゃん出してきたね。優しくないモルちゃん出してきたよ、これ。あ、そうか、モルちゃんはなんかそのフレームヘルファイヤーとかできないのか。そうか。あ、まあまあまあ、ちょっと考えようか。じゃあ回復してんじゃねえぞと。でてててててって敵のターンの攻撃が全く怖くないっていう。ワンワン。いや、射程の意味。あいつ長距離攻撃じゃないの、あいつは。なんだったらここぐらいに届いてもいいぐらいだよね、こいつら。なんだいる意味マジで。届いて、本当はさ、ここぐらいまで届いてきて、うわやべえな、ここすげえ倒しにくいんだけどっていうところじゃん。全然届かないっていう。何にも届かない。じゃあ行きましょう。プチレベル1体入ってるけど全然いけますから、これ。全然いけちゃうっていう。まあ削り役としてはいいかなっていう。まあ削っといてあげよう。あ、全然。あ、プチレベルはあれだね、コマンドできないね。最初に言ってたことと全然違うっていうね。頭数減らすのが大事なんですよって言ってさ、全然減らさないスタイル。プチレベルやべえぞと。あ、そっか。これバランスよくするのはいいけど、そうか、直接攻撃しちゃうとダメージ受けちゃうやつもいるっていうことか。いやいや、ちょっと猫背にゃおい。で、この前学んだだろ。ちょっと待て。まあいいわ。そうか。だからこのマテライトで攻撃するとプチレベル反撃食らう可能性ね。そうか。それ考えると安易にそのバランスよくっていうのもちょっと考えものだね。確かにそうか。そういうこと系。なるほどね。わかりました。これはでも先に削り役としてはあんまり的確じゃないよねっていう。ラッシュいるからどうしよう。奥行く。あ、これマークついてるわ。これ氷マーク。これ直接攻撃じゃないとわからないねこれね。ユキナのドラッグタワー行きますよと。アイスマジック。アイスはちょやばい。フレームで。あれちょ待って。おあ、左押すと全体ってできる。ここは FF と一緒だね。ドラッグ、あれちょ待って、ドラッグパルスになってるよこれ。そういうことなん。フレームパルスとかじゃなくて、あ、リーダー、そういうことなんだ。リーダーになるんだ。リーダーが何使えるかによって違ってくるってことかこれ。あ、面白いね。いきなりドラッグパルスになってたから。はあ、はあ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 。フレームパルスはテッシーがフレームだからっちゅうことね。いや、わかった。あー、面白いわ。へいへいへいと。そういうこっちゃいな。なるほどですね。これ射程にで、あ、斜めもいけると。大事よこれ。いよはい、乗り越えていく。ヘルファイヤーかな。来た。はい、終了と。反撃も痛くも痒くもないっていうね。結構、まあ、当て回復してあげれば OK ですね。フィールド。いいよ。で、モニョも回復するでしょ。よーし。ペキカンですね。完璧です。ついにフィールド攻撃でポイズンガスをやるっていうね。上まで行っちゃってるから。いやー、いかついなー。ドラゴンいかついわこれ。じゃあまあテッシー部隊は、いやいけね、とりあえず、あ、全然いけないんだやっぱ。ここ上通れないっすよね。そうっすよね。右側のやつ行きましょうよ。なんで右と左行かない。みんなドラゴンもビビってるのかこれ。いや、ダメージがいいついマジで。そりゃ炎の草手に入るよね。ほんと右と左。あ、カタパルト来た。お、やばい。狙ってたなお前。届くじゃねえ。うわ、強っ。やばいぞこれは。マニョがちょっとやばいかもしれんすね。いや、これ狙ってたな。カタパルト野郎。そこ狙うんかい。危な。カタパルト狙ってましたね。ゾラがわーわー騒いでますよこれ。お祭り騒ぎですわ。いや、ちょっとやばかったね。っすね。あ、でもこれはもう、あ、でもそうか。技、あ、破壊になってる。技で、アイス、これは全体攻撃にできない。属性でちょっとつけといてあげた方がいいよ。猫背にはよそ見している。どういうことなの？わ、危ねえ。これ、モニョかどっちか失敗。まあ、すかね。に集中攻撃されたらやばかったっすもんね。いやいや、ちょっと、なかなか、危なかったと。カタパルト、あいつ、要注意だな。いや、来るね。やばい！ああ、よかったー！こいつがアホでよかった。もうアイスマジックとかやられたら終わってたわ。来るんかいお前。え、ボス動いちゃいけないよ。あんた来るの？いや、あんた来るんかいと。はい、ということでまさかボスが動いてくるっていうね。はあ、でこいつもやばいと。 OK です。ちょっと少し面白くなってきたところで、次回、グロイエルでしたっけ、こいつですね。なんとか倒したいと思います。テッシーでした。